米女子ゴルフツアー CPKC 女子オープン、初日、25日イコール日本時間26日、カナダカルガリーの R グレー GC イコールパー72、渋野日向子、25イコールサントリー、ワニバーディー、3ボギー、1ダブルボギーの75で回り、首位と7打差の3オーバー、87位と出遅れた。前半の3番パー3でこの日最初バーディーを奪うも、 迎えた後半の10番パー4では寄せ切れずにダブルボギー。その後もスコアを落とした。渋野は前半は耐えていたんですけど、ミスから流れが悪くなってしまって残念ですとし、大変なラウンドだった。これだけ風があると、ショットも難しかったなと思いますし、最後までドタバタだったと振り返った。試合を中継したワウワウで解説を務めたモロミザと忍ぶ、ダイキン工業。 は強風が吹いたことに、対応力が求められる、とし、シゲノのプレーについて、ティーショットが成功すると、次を狙うショットもより積極的に狙っていけるというのもあります。ティーショットに注目したい、とし、フェアウェイキープが上位浮上の鍵になると指摘していた。